を仕掛けながら進もう。身が壊されぬようしっかりと守らなくてはな。シンドラ軍は3つの断りを全て犯している。そうナルサス様はおっしゃっていた。私とアルフリードが指示通り動ければシンドラ軍に負けはしない。リードがガーデービー軍を装って現れる手はずだ。シンドラは現在二人の王子による世継ぎ争いの真っ只中。意識せずとも兵たちの心に不安はある。そこへもう一人の王子が攻めてきたとなれば敵は混乱し簡単に打ち崩せる。これがナルサス様の言う三つの断りの一つ、人の輪。王子だって、おい、まずいんじゃないのか。今あのお方を敵に回すということはシンドラそのものに反逆するということに。一大事です。ガーデービー王子が攻めてきました。何、ガーデービーだと。そんなバカな話があるか。でも、あるいはこたびの我々の行動すべて密かに監視されていたのだ。まさか。ナルサス様は言っておられた。シンドラ軍にとってパルスは異国。それなりに下調べはしてきたようだが細かい地形まで把握できていない。三つの断りの一つ、地の利はこちらにある。力を尽くしますぞ。俺と会ったのが運の月だ。混乱している。今のうちにこの辺りの部隊を撃破しよう。私も精一杯力を尽くしますぞ。まさかガーデービー王子が攻めてくるなんて。うん、敵兵はすっかり騙されたぜ。ひとまず
私の役目は果たせたな。報告、味方の技法によりラジェンドラ軍に動揺が広がっている模様。そうか、エラムとアルフリードがうまくやってくれたようだな。さあ今度は我々の番だ。ラジェンドラ王子を捕らえに行くとしようか。ガーデービーの次はパルス軍が動いただと。えい、早く道を塞げ。道を塞いだ。パルス軍の力を知らない。あの程度皆で力を合わせれば突破できる。お前はここで終わりだ。ナルサス、相変わらずいい腕だ。やはりお主は芸術より戦いの方が向いている。ナルサス、お主の武勲をたたえてこれをやろう。たまには友らしいこともしないとな。任せるもんならないか。撤退だ。全軍撤退しろ。今さら撤退しても遅い。味方が突破される前に奴を追い詰めるぞ。本来であればもっと手ごわくない。天の時すら犯すシンドラ軍に勝機はない。常夏の南国で育ったシンドラ兵が真冬の山地、果たしてどこまで戦えるか。パルス軍がもうあそこまで。お前たち早く羽橋を下ろせ。悪いが捕虜となっていただこう、ラジェンドラ王子。くそ、パルスなどに捕まってたまるか。ご覧いただこう、これぞ芸術。芸術を理解せん奴らも。さらばだ。本気にさせたことをな。ご覧いただこう、これぞ芸術。芸術を理解せん奴らも。さらばだ。ナルサス、お主の治癒頼みにしているぞ。次に会ったら生かしてはおかんぞ。まったく逃げ足の速い王子だ。しかしそちらにはエラムとアルフリードがいる。逃げ場はないぞ。ねえシンドラの王子、私が捕まえてあげるよ。エラムが置いた荷、あれに火を当てれば敵の動きを止められるはず。ラジェンドラが近寄った時を狙って驚かせてやるよ。ここまでだ、おとなしく捕まりな。こんな小娘に負けるものか。これでも食らいな。
動くと死ぬよ、シンドゥラの色男。